こんにちは、吉田さん。まあ、世の中にはね、切り抜き動画はじめ、はっきり言って楽に稼げる方法もあるわけなんですけども、楽に稼げますよって言って紹介しても、やらないと。で、ある程度大変な稼ぎ方ありますよってやらないと。で、簡単な稼ぎ方も、一番最初にやった人から順番に席が埋まっていって、すぐに飽和してしまうんですよね。泣いてしまいました。で、難しい稼ぎ方しか残んなくって、で、終わっていくと。ね。泣いてしまいました。ちなみにね、赤ちゃんが泣く映像っていうのは、うちの子は違いますけども、相当な再生数を集めているんですよ。困ったもんですね。泣くだけで稼ぐみたいなね。お前は稼げるのか、泣いて稼げるのか。ただ泣いてるだけというね、そんな放送でございました。もうね、簡単な方法をやらないと、一体何をやるんだということですね。